ためにとか言われちゃった。面倒を押し付けられてる。新米教師だから。でねでね、誰か実行委員に立候補して、先生の側近みたいなポジションで。なんでも実行委員って3党に所属してる子とか上級生とかで構成されてるらしくてさ、知らない子ばっかりだったのね。緊張するでしょ。クラスの子がいてほしいな。そうね、部活やってなくてそれなりにご器用でガツガツしてないような、実は候補者を考えてきたの。月城とかどう？学食くらいおごるから。その月城だったら教室の後ろから逃げましたよ。なんで逃げるの？よつ、先生まだ何にも言ってなかったのに。大体起立礼もしないうちから逃げるなんて、これって学級崩壊の序曲？こういうの対処できないわよ。先生まだ経験値とか低いんだから。月城が逃げたのは星町さんに関わりたくないからだと思いますよ。先生が個人的に嫌われてるってこと？